シュッピルリウマ二世は、記録に残るヒッタイト帝国の最後の大王。シュッピルリウマ二世は、トゥドハリア四世の王子で、アルヌワンダ三世の弟にあたる。兄の死を受けて、王位を継いだが、周囲から、その正当性に疑問が持たれたらしく、謹慎に対して行わせた、中世宣誓書の中で、兄には、子がおらず、自分以外に、王位継承者がいなかったことを強調していることからも、 それが伺える。首都ハット社から発見された彼の知性に関する年度版文書はいずれも知性初期に関するものである。彼は陸海でアラシアを奪おうとする敵と戦い勝利を収めていたが、その敵については詳しく言及されていない。また南西南東アナトリアでの軍事行動とその成功についても言及している。その敵の一つは、 筆体ト帝国内のタルフンタ使者であり、その支配者はおそらく彼の糸工事にあたる服をくるんたであった。一方、彼が東方で軍事行動を行ったかは明らかではないが、多少面戦争は避けていたと考えるのが妥当であろう。彼の残した文字資料には筆体ト帝国の滅亡を予見していたような文言は見当たらない。ハット社や隣接するヤズルカやでも彼は盛んに、 建築活動をしており、ヤズルカヤニナキ父を検証する施設を作り、また帝都を宗教都市として大改造する構想を持っていたことが伺えるという。このような華々しい軍事行動の記録とは裏腹に、他の遺跡、とりわけ、ヒッタイト帝国の属国だったシリアのウガリットの遺跡で発見された年度版文書は別の状況を示している。それによれば、アナトリアでは、 基金が頻発していたという。エジプトのファラオメルエンプタ派は、ヒッタイト帝国に対する食料援助について言及している。時期は不明だが、ウガリット文書には、ヒッタイトの大王から、ウガリット王に対して、食料を積んだ船を送るよう指令したものもあり、その締めくくりにある、生き死に関わるという文言に、その切迫ぶりが伺える。ハットシャの遺跡では、 近年巨大な地下式穀物サイロが多数発見されており、穀物確保は帝国維持の重要な問題だった。紀元前1194年から1190年の間にそのウガリットは破壊された。またその直前にキプロスも失われている。キプロスの支配者はウガリットの若き王ハンムラピ2世に対し迫る攻撃を警告する文章を送っていた。 その警告も無駄になった。なぜならシュッピルリウマの直命で、ウガリットを守るべきその艦隊が、アナトリア南岸での軍事行動に投入されたためで、ある。またウガリットの不評も、ルッカで厳しい戦いを行っていたシュッピルリウマの命により、筆体と本国に移動させられていたのである。これらを記した文書はすべてウガリット市内の釜の中から発見されている。 つまり焼き固めが未完成なまま、ウガリット氏の滅亡を迎えたことを示している。これらの記録は、ヒッタイト帝国がシリア、キプロス、そしておそらくキリキア地方さえ失い、シュッピルリウマが多正面戦争を強いられていたことを示している。以前は、陸軍派遣の軍役を免除されていたウガリットの陸軍がハット社に送られたということは、事態が急であったことを如実に示している。 ボアズ彼に残るヒッタイトの遺跡その後シュッピルリウマがどのくらい大いにあったのか、また帝国がどのように滅亡したかについての明確な資料はない。おそらく数年後に主要な都市はほとんど破壊されるか放棄されたとみられる。従来、ハット社でも大火災があったと言われていたが、実際に遺跡を見分すると、火災の範囲は王宮などごく狭い範囲に限られており、下の町にある、 住居地区などに火災の痕跡は見られない。このため発掘を担当する考古学者は、ハット社が敵による攻撃で大炎上して、陥落したという従来の説明に疑問を呈しており、住民が自発的に放棄して街を去ったと考える方が自然であるという。このことから外敵の侵入よりも、むしろナイラニア住民の放棄が、 帝国滅亡の直接の原因であるとする説が強くなってきている。このような状況の中で、シュッピルリウマがどのような運命を辿ったかは明らかではない。いずれにせよ彼の名誉を持つ印象が、この都で発見された最後の大王の印象であることは、間違いなく彼が筆体と帝国最後の大王であったことは揺るがない。彼が着手した建設事業もほとんどが中途のままで終わり、 発掘されるまで日の目を見ることはなかった。なおタルフン達者やカルケミシュといったヒッタイト帝国の属国はその後も存続しており、ハット社の大王が滅亡した後、カルケミシュ復をくじてシュプやタルフン達者復王、ハルタプは、ヒッタイトの大王の称号を戦勝している。しかしいずれにせよ小国であり、実質的にシュッピルリウマを最後に、ヒッタイト、帝国は滅亡したのである。 ありがとうございます。